好きすぎて大好き大大大好きどうしようもなく大好き大好き大好きめんどくさがらずに受け止めてくださいあーかわいくかわいいかわいいかわいすぎだよかわいいかわいい止まらないよラーラーめんどくしいけどどうのよ君を独り占めかわいいかわいいかわいいかわいすぎだよかわいいかわいいそのすべてにキスキスなんでも許せちゃうよかわいいってちゅっとね君ってば罪だねTomorrow, 最高戦
ありがとうございました。ありがとうございました。それでは、君のハートにロックオン。以上、私たち超ときめき宣伝部でした。ありがとうございました。超ときめき宣伝部の皆さんに大きな拍手をします。お願いします。ありがとう。すごいパワーでしたね。ありがとうございます。大丈夫、お水飲んで、お水飲んでもう本当お水飲んでください。いやいやいや、お客さんもすごかった ね。いや皆さん、あの猫キューソーとどっちのファンなのかみたいな、すごいパワーだった。素晴らしい、ありがとうございました。ありがとうございます。さて、特選の皆さんは、はい、今日このイベントいいなと思って、どんなところいいなと思って来てくださったんですか？はい、こうやって私たちがライブをすることによって、たくさんの方に伝説の大切さだったりとか、もっともっと興味を持ってもらえたらいいなと思って今日参加させていただきました。ありがとうございます。この中で献血したことがある人？はい、ジュリーさん。はい、ジュリーさん、ジュリアさん、あの、どのタイミングで？私は、あの、高校2年生ぐらいかな、あの、本当に2年にできるようになったタイミングで一回したことがある。それはどうして、あの、献血パス、それとも献血ルーム？あ、献血パスです。献血パス、あ、学校に来たとかそういうこと？あの、はい、近所に来て、いつも父がよく献血に行っていて、お金もらってきたよとかよく言っていたので、私も一回行ってみようかなって思って、させていただきました。そうですか。あの、どうでした、献血してみて？なんか、針刺して痛いんじゃないかとかちょっと怖さがあったんですけど、あの、何か入れるわけじゃないじゃないですか、なので、抜くので痛くなくて思ってた以上に、だから、あ、献血って痛くないんだって思いました。そうなの、これがね、注射と違うとこは、注射は薬剤を体に入れるときに痛いんですよね。でも献血は血を抜くという作業なんで痛くはない、ちょっとチクッとするだけで痛くないのね。そうですか、ありがとうございました。さあ、他の皆さんにもちょっとお話ししたいんですけども、どんな献血のイメージとか持ってらっしゃるのか。あ、カナミンさん。はい、私もちょっと血を抜くということでちょっと怖いイメージがあったんですけど、あの、家族とか、あの、親戚に献血したことあるって聞いたら、みんなしたことあったんですよ、家族もいたこととかも。なので、これを機に私もちょっと遅れてるじゃない。そうなんです、私いつの間にか遅れてたんですよ、ね、なので、これを機に献血デビューしたいと思います。よろしくお願いします。ひとちゃん、はい、はい、どうですか？私も痛いのかなって、痛いの怖いから、でも、ジュリアが全然痛くないって言ってたから、でも今日のイベントに出演させていただいたことによって、献血がどれだけ大切なのかっていうのをすごいみんなの楽屋で学んだりとかそうしたので。素敵素敵、ありがとうございます。そうですか。おはるさん。はい、私は、あの、ものすごく小さい頃に輸血をしてもらったことがあって。本当？じゃあお仲間じゃない。そうなんです。ってことはもう献血はできないね。そう、お話さっき聞いてて、あ、できないんだって思ったんですけど、でも、このイベントに出たことによって、その私、お母さんからその話を聞いて、それまで知らなかったというか、忘れてたので、輸血したことをね、なので、こうやって今、パフォーマンスできてることも、その輸血してくださった方のおかげだと思うので、本当にすごく感謝しているし。ニコニコ笑顔でいられてるのはその方のおかげもあったので、これからも元気いっぱいパフォーマンスしたいなって改めて感じました。献血してくださった方に感謝ってことね、はい、そうですか、ありがとう。あきちゃん。はい、あの、私も怖いかなって思ってたんですけど、でもなんか自分一人が頑張れば救われる人もいるのかなって思ったら、チャレンジしてみようって思ったので。ありがとうね、ありがとうございます。頑張ってね。さあ、そしてひよりさん。はい、あの、今回こうやってイベントに私たちが参加させていただくことによって、特選も少なからずやっぱり影響力はあると思うので、もちろんファンの方に知っていただきたいだとか、自分自身も知ることができたので、あの、協力したいなって強く思いました。ありがとうございました。
これからも本当に皆さん活動も頑張ってください。そしてまたこの献血イベントあったらぜひご協力よろしくお願いしますね。そして最後にまたご登場いただきますんでよろしくお願いします。特選の皆さんに大きな拍手を。ありがとうございました。ありがとう。ありがとうございました。またね。少し休んでくださいね。はい。いや、素敵なライブパフォーマンスでございました。ありがとうございました。